はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。共通テスト受けられた方、お疲れ様でした。共通テストを来年以降受けられる方は今年の傾向を見てしっかりとね、自分が受ける年に備えていきましょう。さて、共通テスト良かった人もダメだった人も、共通テスト受けてない人も、結局ね、二次試験で1点でも多く取らなきゃいけないと、そういう事実には変わりないですね。ということで今回は二次試験で1点でも多く取る戦略について話していこうと思います。まず二次試験で大事なことっていうのが、勉強のゴールを明確にすること。当たり前ですけど、大学によって出る問題の難易度だったり傾向だったりっていうのは全く違いますよね。だからこそちゃんと過去問を見て、あ、教科書レベルの問題をしっかりやればいいのかとかね、あとは数三の比重が多いから数三ちゃんとやんなきゃいけないなとか、方向性をしっかりと定めましょう。その際、問題だけじゃなくて合格者平均点や合格者最低点も合わせてみることによって、あ、この難易度でこれだけ取れれば十分なんだなということもしっかりと押さえておいてください。続いて二次試験対策で重要なのが、問題演習の中でインプットするということ。多くの方は一番最初に教科書を読んでインプットした上で問題を解くと思うんですよ。なぜ最初から問題を解かないかというと、まあね、問題見たところで何通ってんだろうっていうのも全く分かんないし、じゃあ解説見ました、解説見てもね、ちんぷんかんぷんと、そんなんじゃ問題解いても意味ないからですよね。でもですね、特にね、共通テストを受けられた方はそうだと思うんですけど、もう回答を見ても何も言ってることが分かんないちんぷんかんぷんってことはないはずじゃないですか。そうなったらもうあとはひたすら問題を解きましょう。実際問題、教科書を一から全部ね読破するっていうのはかなり時間かかるので、自分の弱点分野、本当にここ読まなきゃいけないなっていうところだけにね、抑えたいわけなんですね。だからこそ当然ね、知識として不十分なところはあるかもしれないんですけど、それはもう問題の解説を見ながら、その教科書の該当箇所周辺をしっかりと読み直していけばいいわけです。そうすることによって実際の問題を通して得た使える知識っていうものが蓄えられていくわけなんですね。で、二次試験っていうのはそういう使える知識っていうものをいかに貯めていくかっていうのが重要なので、しっかりと問題演習を通したインプットっていうものを心がけていきましょう。最後にですね、共通テストを受けられた方に必ずしてほしいのが、本番での失敗とちゃんと向き合うことです。これは弱点分野の発見という意味もあるんですけど、むしろ本番だからふわふわしてね、ケアレスミスが多くなっちゃったとか、逆にケアレスミス意識しすぎて時間足りなくなっちゃったとかね、ガチの本番だからこそ分かる自分の特性と向き合うということですね。その反省を踏まえて二次試験のイメージトレーニングをしっかりとしてもらえれば、必ずやいい結果がついてくると思います。全ての受験生が悔いなく最後まで頑張れますように、心から応援しています。